戦国の時代、鬼舞辻無惨をあと一歩というところまで追い詰めた始まりの呼吸の剣士たち。彼らは全員に鬼の文様と似たあざが発現していたそうです。ただ一つはっきりと記し残されていた言葉があります。あざの者が一人現れると共鳴するように周りの者たちにもあざが現れる。今この世代で最初にあざが現れた柱の階級ではありませんでした。かまど炭治郎、何が面白い。仏に勝て。